寺田健太さんのご親族の方ですか？いえ、寺田さんは残念ながらご家族の方があちらの部屋にお集まりなので。寺田さん死んだらさ、もう私たちの曲聴いてもらえないってことか。
なはずじゃなかったのに。また逃げちゃいました。そんな、春があんなこと直前に言うから。だってそれでよく分かんなくなっちゃって。ごめんなさい。違う、謝られたら私がどうしていいか分からなくなるじゃん。ごめんなさい。だからだってだから私が余計なこと言って、それでそのせいでっていうか、いつまでここにいるの？お願いします。本当は誰なの？誰？お母さんは？家は？このライブが終わったらって言ってあって。それでもういいよ。え、泣いてる？ティッシュね、ある、ほら、返してよ。え、返す？純は春を追いかけました。しかし、しかし春はいませんでした。春はいませんでした。春は公園をさまよいました。行くあてはなく、もうそこには過去はなく、現在しかありませんでした。そして純は春から取り上げた小説を読み始めました。それは小説に出てくる春という女の子が自分の家を訪ねてきた日から始まった物語でした。つまりそれは公園で見つかった音楽の物語でした。